よし。というわけでイニシャルを獲得して、うん、とにかく水戸に、はい、今はもう水戸、水戸しか考えられない、水戸しかない、はい、水戸駅かもしれないですね、はい、うん、行ってみましょうか。南水戸かもね南水戸駅、うん、行きましょう。来ると思った。来るかなっていう感じだったんですけど、まあまあまあまだ僕がまあどこがゴール近寄ってるとも遠ざかってるとも言いませんけど、ね。木さんにはもうちょっと早く来るんじゃないかと。はい、そうですね。思ったよりポンコツだったと思う。はい。元屋っていうのは結構有名な店なんですか。そうですね、吉原電柱を作ってるお店はいくつかあるんですけども、この元屋というその製造者はですね、うん、吉原電柱だけを作っているお店なんですね。後半なんですね。はい、うん、はい、というわけで、はい、9回目の最高、9回目、残すところまず2回、あと2回、はい、はい、じゃあもうサクッと振っていただきましょう。王道確認、これです、王道ですね。住所も欲しいし、あー、これ住所はもう確定だよ、はい、かなりいいね、うん、はい、これはな、これだけはなし。商品変更出してくれなかったら何でもいいわ。うん、住所についてもいいんじゃない。いや結構全部いいよこれ。うん、また行きましょう。うん、行きます。お願いします。2、最寄り駅。最寄り駅、はい、ですね、はい、最寄り駅なんですけど、まあこれはですね、はい、JR 常磐線の水戸駅です。はい、おお。はい。でですね、なんと最初に説明し損ねてたルールがあるんですけど、はい、2回連続同じ目が出ると、はい、もう1回サイコロを振れる。あ、じゃあさっき2だったからってこと？しかもこのスペシャル。ここでスペシャルボードを。ああ、そうなんだ。再び使わせていただきましょう。言い忘れてたの。言い忘れてた。あ、そう。まあいいや。よし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 、はい、じゃあこれ俺が、うん、そうだね。ちなみにこれ料理でヒント振ってたらどうなるんですか。もう一回見てもらいます。もう一回見てもらいます。はい、これがベストだ、絵でヒント。はい、どんどん引き出そう。絵で2、もう一回2出そう、はい、よし、いくぞちょっと変なところ。2だよ、2、マジで2、マジで2。絵でヒント、絵でヒント、うん、はい。というわけでじゃあ絵でヒントの方を見ていただきましょう。よし、ゴルゴルデンドマンとメイクインのヒント動画、うん、お前らに教えるヒントは何もない。え違う、ね、これ毎回さっきも引っかかったのこれ。20秒、はい、よーい、20秒。いやもうだいたい絞れてきたけどね、うん、ここからなんか20秒で描ける絵でヒントって増えるかな。できました、こちらです。あー、何これ。水戸黄門のあれでしょう、はい、印籠か。何のかとは言いませんが、うん、皆さんはこれを見て現地に向かってください。はい、はい、やっぱ隠してた。ありがとうございますね、グリーンさん、うん、はい、というわけでどうですかね、だいぶ絞り込みましたか。はい、もう水戸ですよ、はい、もう水戸です、確定です。なんならここに車置いたまま歩き回ってもいいぐらいです。じゃあ行きますか。はい、行きましょう、はい、あのですね、はい、はい、さっきの後出しみたいになっちゃったんですけど、最初から本当決めてたんで説明し忘れてただけです。うん、タイミング失っちゃって説明できなくて、うん、ちょうどさっき2連続で2連続で出たので、はい、初めて出たので使わせて適用させていただきました。終わりました、はい。僕らがあまりにも心もとないから追加したってわけじゃないよ、ね、じゃないです、うん、そうかそうか。よし、あと2時間で、うん、あっちね、さっきコンビニの店員さん聞いたから、とりあえず水戸駅は向こう3キロぐらいだっつで、こっから出れんじゃん。うん、スマートフォンがあったらだよ、はい、多分ね、
3時間半ぐらいでもう元屋についてるよね。あ、そうですね、うん、いかにスマホに依存してきたかというのを体感していただけたでしょうか。そう、だってもう時間も見れない、メモもこれだからね。それはちょっともっとやり方はあるでしょうね。メモもね、うん、それですからね。そう、メモも、だってメモもいつもスマホでやってるし、はい、それだってやり方他にあるでしょ、いくらでも。今どうやってやるのよ。なんか別にコンビニでペンとか買えばよかったじゃん、何度も寄ってんだし。そうかな、だってガムいいじゃん。いや、それガムティがあったんだから。駐車場あるんじゃないですかね、駅前なら。そうだけど、あ、P って書いてある、うん、最後のサイコロ、まあこれ以外だね、はい、うん、結構強いよ、これは1から5まで。最寄り駅はもう分かってきた。さあ4時20秒はい、というわけで4時使っていただきましょう、うん、よースタート。元屋和菓子、山菓子に関する情報が見つかりました。元屋いすみません、よくわかりません。元屋、水戸。どうしたらいいんだ。終了です。あー、終わった終わった。元屋、水戸って調べたらもう本8、いい人ですね、本ですね。ひどい、もうシリがもう信用できねえわ。仕方ない、もうこっからは足で探す、足で探すしかない。最後は、うん、最後はこう、やっぱね、はい、ここまで来たらもうこいつの力借りたくないよね、うん、じゃあお返しします。マーキさんだったら何でも答えてくれるからね、知ってれば。和菓子、元屋っていう和菓子屋さんには心当たりないけど、うん、和菓子屋さんだったらこの中にあるっていうから、うん、でそこでもっとあの吉原電柱のことをちょっととりあえず聞いてみようと思って、うん、なんかちょっと聞いてみたんだけど、聞いてみたんですけど、はい、なんかこの辺に和菓子屋さんは3店舗あるらしいんだけど、全部直営店で、元屋さんの直営店じゃない、はい、で元屋さんっていう名前に心当たりもないって言われたんですよ、物産店で、はい、本当に存在すんのかよ。もうちょっと探してみようか、はい、とりあえず見つけて、うん、その元屋のその吉原電池を見つければ裏に製造元の住所が書いてあるはずだから。そうだね。まあ、1個だけちょっと情報を入手したんで、お土産屋さんがある、行ってみたいと思います。あ、9個入り600円、これじゃね、これ9個入り600円だ、違うねえよ、まあ、はい、誰も知らないし。騙してるでしょ。元屋買いますかね。元屋って存在しないでしょ。元屋なんて聞いたことないってみんな言ってたよ。みんな聞いたことないって言ってたよ。買います、買います。それ本当に水戸？水戸です、水戸。水戸じゃない？水戸じゃない。水戸じゃない？水戸じゃない。水戸？コンビニですか？うん、あ、普通にコンビニで売ってたりしないかなって。今、酒井さんが中に入ってるわけですか？はい。何やら、え？なんか揉めてる？吉原電柱の話聞いたら、その人が知ってる吉原電柱はこっから15キロ行ったところにしかないっつうの。最寄り駅じゃないし、またちょっと別の情報探すしかないかな。え、で、まあすごい長い間話しちゃったから後ろに人が並んじゃって、まあテンパったのかな。509円だったんだけど、あの50万9000見て、俺50万9509円俺あったんだ。そのお釣りどうだったの。え、お釣りもう50万9260円だよね。ちょ、もうちょっと時間があったらね、うん、きついな、あと30分ね。30分もう足も疲れちゃってるしね。というわけで時間過ぎましたけども、ありませんでした。ないんじゃないの、そんなもの。ないでしょ、ないでしょ。あるんですよね。
ただ僕もここまで見つからないのは正直予想外のところがあるってことを証明してもらわないと納得できないよね。一旦車戻って、もう終わったから、このチャレンジ終わったから、ガンガンスマホ使って探そう。じゃあ、はい、行きます。まあ、これ、こっから、スマホの力を使って、はい。元屋さんを探してみようかと。はい。どれだけスマホが偉大か。偉大かと。じゃあ、行きましょう。始めましょう。はい、というわけで、営業時間が18時までらしいんで、もう閉まっちゃってるんですけど、一応着きました。というわけでどうだったでしょうか。無理だよね。無理だな、あれは、うん。もっとさ、でっかいやつがドーンと立ってんのかと思ったんだよ。ただ、ちっちゃいお店で、うん、はい、まあ、硬派だっていうのはまあそうなんだろうね。そうなんだろうけどさ。はい、食べたかったね。ね。はい。うん、いや、ちょっとですね、まあ、まあ僕もちょっといろいろ考えたんですよ。うん、お菓子を設定するにあたって、うん、でもせっかくなら本当にスマホっていうものがいかに便利かを知っていただくためには、うん、より困難なものを設定した方がいいだろうと思いまして、うん、店舗様の方で製造販売してるので、まあ、直接行けば直接購入することもできるし、うん、まあ、ネットとかで調べたところ市内のスーパーにも市内のスーパーでも販売してるというふうに言ってたので、うん、まさかここまで見つからないとは正直僕も売ってたのかどっかに分かんないけど、そもそも駅の周りのスーパーが歩いて 2,30 分っていうところだったよね。一番近いって言われたところで、うん、まあでもちょっと僕も難易度上げすぎたかなっていう部分あるんですけど、うん、まあルールはルールですので置いてけぼりはい、置いてけぼりマジで。ちょっと駅の方、まあせめて駅までお送りしますので駅の方に行きましょうか。全部失敗ということで、うん、そうですね、マジで、はい、マジで電車こっから何置いてかれんの。そうですね、ちょっと地元でお待ちしています。スマホは、スマホはそうですね、まあ、没収間違いでお返しします。覚えてろよ覚えてろよなあ、無理だよ。瞳の奥で喘息量検索してみよう。まだ見ぬ未来の景色、原動力、仲間のぬくもりが世界のぬくもりだ。足かせ外せ、肩の荷下ろせ、旅はこのまま日の向くままに。日差しが溢れてる、そうさ晴れやかな晴れ、君とならいつまでも楽しんでいける。黄昏る街を一人歩いてみても、ああ愛する戻る場所があるよ。アトリエショラ来てね。